1月29日、石井西宮市長ら関係者を前に、ごみ処理問題に関する提言を行ったのは、向こう側女子大学経営学部経営学科の1年生3人です。それでは発表させていただきます。茅野市西宮市への提言2020、西宮市の事業系一般廃棄物の減量を目指してについての発表させていただきます。向こう側女子大学1年、経営学部1年生、小野田美久と申します。同じく菊本日向と申します。同じく坪内美香と申します。本日は4ヶ月間で私たちが取り組んだ活動内容のご紹介、そして活動期間に学んだ西宮市が現在抱えている課題について、またそこから私たちが考えたゴミ減量のアイデアを西宮市へご提案させていただくという流れで進めさせていただきます。ゴミの種類によって使い分け、今回初めて行われたこのプロジェクトは昨年10月にスタート。4ヶ月にわたる講義や実習で、大型商業施設から出されるゴミをテーマに、ゴミ減量のための取り組みや具体的なアイデアについて考えを深めました。学生たちは実際にゴミを減らすためのデータ分析を行う現場に参加したのをはじめ、関係者から話を聞くなどして喫緊の課題となっているゴミ処理問題について、学生ならではの視点で取り組みました。ゴミ質組成精密分析の現場では、46項目もの細かな項目に分けられて分析される様子に驚きながら、ゴミの中身を調査分析することでその特性や課題を見つけ出し、ゴミを減らすためのヒントを探しました。今回の提言発表は時間にするとおよそ30分ほどでしたが、この中で大型商業施設のゴミには一般の事業系ゴミに比べて再生可能な紙ゴミが多く見られることや、手つかずの食品が多く捨てられていることなどが紹介されました。そしてこれを解決するための紙ゴミの回収ボックスの設置や、食品の無駄を防ぐためのフードバンクシステムの導入などが提案されました。家に配送するというシステムなので、まあ、その点をこう何かこう紙ゴミをリサイクルしてできた商品をプレゼントできたらなというふうに考えました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんがイメージとか、そういうようなアプローチで、提案をしてくれたということは、一つの気づきになったなと思います。本当にね、1年生のプレゼンというからどんなものかなと正直思っていたんですが、大変立派に堂々とされていたんでですね、本当に頼もしく、そして参考になりました。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。4ヶ月間の活動を終えて、活動を始めた頃よりもすごくたくさんのゴミに対する知識を、持てたなと思います。そしてこれ、今回考えた、提言などもしっかり頭に入れておいて、今後私生活でもゴミに対する、何かを取り組んでいければと思っています。4ヶ月間でゴミのことをたくさん学ばせていただいて、それを実際に市長さんに提言するという機会もいただいて、その提言を考える中で出てくる課題など、企業様へのメリットなど、いろいろな課題を考えるのはとても難しかったのですが、まとまって市長さんに提言できたことはすごくいい機会になったと思ってます。4ヶ月の学びを通じて、私たちが感じた問題点やその気づき、そしてその問題に対してのその取り組みなどを実際に考えることができ、そしてそれをさらに市長にお伝えするという機会がいただけて本当に良かったなと思っております。こういうせっかく機会を得ましたので、彼女たちも社会に羽ばたかれた時にですね、何らかの形でゴミということについて情報発信をしていただけたらなと思います。